私は前衛芸術家として一生貫いてきた草間彌生であります。そしてまた私の作品をご覧になった方々が私の生涯をかけての命をかけた芸術の背後にある自分の人生の愛と平和に対する熱烈なる命の限りの私の生き様をご覧くだされば、私としてはこれに勝る感激はありません。今私がおりますところは一本の東京という主婦の中における草間彌生の制作現場であります。私は多くのファッションのカンパニーを作りまして、ニューヨークや世界各国で私のファッションショーを開いてきました。特にルイ・ヴィトンの作品の展示を全世界で広げた時は多くの方々が大変喜んでくださいました。私はファッションというのが人間にとって大変大切なものであるということをつくづく感じております。なぜならばファッションによって皆さんが嬉しくなり、また心躍ることもあり、たくさんの要素を皆さんに与えてくれるということを着目し、そして私はこの道にもう足を踏み入れ、多くの皆さんに私のファッションの創作を見ていただきました。私はかぼちゃが大好きです。なぜならばそのユーモアに満ちた容姿、そしてまたかぼちゃの持っている温かさ、そして人間的な接触感のあるような素晴らしい形、そういったものに対する私の感動を芸術に表そうと思ってたくさんのかぼちゃの絵を描きました。かぼちゃに対する私の創作に対する願いというものは限りもなく続き、今もまだ子供の時のように私は今もかぼちゃの作品を作り続けております。人間愛の限りもない平和と愛への愛好、そして戦争やそれからテロ、そういったものに対する人間の拒否観念、そういったものを無限に私の作品の中に入れておきました。そしてそれらを見た皆さんには非常に自分たちもそういうことを考えておるという大きな反響を呼びまして、私は無限の小説を、そして無限のファッション、無限の美術、そういったものをたくさん作りましたが、それと同時に人間の最高の欲望である生命感の美しさ、それから宇宙への神秘の素晴らしさ、そういった数々のものを私は芸術の中に汲み取り、自分自身の人生を築いてまいりました。私の570点以上の作品に込められた私の平和への願い、そして測ることもなき人生の愛への賛美、そして宇宙への神秘の素晴らしさ、そうしたものが込められておりますが、一番大切なことは今世界はたくさんの危機にさらされておりまして、人生の中で最高の不幸の世紀に入りつつありました。その中で皆さんが大きなる希望を持って未来に平和と愛に対する人間観を持っていただけたら非常に嬉しく思います。皆さんこれから原爆もなく、そして争いのないテロのない素晴らしい世界を芸術家の一人として私は皆さんと一緒に戦っていきたいと思っております。皆さん一緒に大いに戦っていきましょう。明治さんの使命とは、やはり自分自身が一個の人間として世の中に生まれてきた、そのことについて自分がどのようにして生きていくかということに対して深く考えて、そのために芸術を出してきたわけでありますが、やはり自分が一番望むところは、芸術の力を持って自分は命の限り生きていきたいということが私の大きな希望と、それから人生観でありました。